マジか。誰？誰が？配信つける？つける？いや、配信つけるときは配信、なんだろう、ゲーム参加してる人全員の許可取んないといけなくて、一応なんかそういうのなしで急にあのキミちゃんがフレンドさん呼んでくれたってとこもあるけど。まあ不可避なんだけどね。うん、ワットソンさん、あれ今ジッポーとかしたような気がする。あ、おる。うん、確か同じクラブだもんね。ジップ、ジップライン、CDF、てか真ん中に敵がいる。今回ちょっと敵プレデターほどではなさそうだね。金のスピードファイヤーいる人いる？まあいいや。あ、ここ登れるんだ。え、ここ登れるっけ？あ、そこ登れるんや、知らなかった。ケアパッケージが降りてくる。興奮するだろ？てか真ん中的どこ行ったんだ。あ、デッドゾーンショーになってるからか。変態色な変態色。何 CDF？ 結婚したことないよ。あ、 CDF と呼ばれるからなんか CDF になっちゃって。
自分、いや、一日私、死って何よ、おしっこ、死って何、死って何、拡張ライトマガジンを発見、レベル4よ。それやったことないやつ いるのか。そうだよ。これは入れないって。ドアがあれ開いたんだが、なんで開いたの。あっちを探索しよう。了解。ういうい。逃げた。うん。やったことあるって言ってるやん。成人男性どころか。あっちに標的よ。隠れてってか当たり前やろ、女性でも。まあ、女性はやらない人いるわ、確かに。やらないって気づかない。ライフラインっていうキャラクターがやったのかと思った、女なのに。だってドスケベマシンじゃリチャージだもんね。だってライフラインドスケベマシンがリチャージだもんね。わかんない。だからあのライフラインのドスケベマシンじゃリチャージっていうあのセリフがドスケベマシンじゃリチャージに聞こえてっていうのがあったんだよ。え、CDF？ お兄さん？ドスケベやり合ってる。どっちから行けばいいんだ。うん。リチャージっていうかなんていうか、小学生ってこんなに線に関してオープンだっけ。面白いな。
なんでパイロン今の弾かないの、おかしいでしょ。今パイロン弾くルートだったのに。あ、ファイターできる。